というわけで皆さんこんにちは、こんばんは、高山です。今回は久しぶりの最強スペック PC シリーズ第4弾となります。またねとんでもないノートパソコンが登場しました。ということで今回紹介する PC はこちらになります。はい、ギガバイトのエアロー14 OLED2023 となります。スペックは OS が Windows 11 Pro、 CPU が13世代の Core i7、 ディスプレイは14インチの QHD プラス 90Hz 対応の有機 EL を搭載、メモリは 16GB でデュアルチャンネル、 SSD は NVMe で 1TB を搭載、そしてグラフィックボードは RTX4050 を搭載しています。この見た目デザイン性で最新の RTX 搭載という驚きのスペックとなっています。ということで早速詳細なレビューに移りましょう。まずは見た目から確認していきましょう。今回のエアロー14は RTX4050 を搭載しているにもかかわらず非常に薄い筐体と14インチ PC としてはかなりコンパクトなサイズ感に仕上がっており、自宅用というよりはかなり持ち運びを意識してデザインされているように感じます。本体は金属感が強めのシルバーカラーでアルミ削り出しとなっており非常に美しいです。公式情報によるとこの筐体は削り出しから完成までに336時間かかるということでかなり時間をかけて制作されています。虹色に輝くエアロのマークも非常におしゃれですよね。本体サイズは横が約31センチ、縦が約22センチ、厚みは約17ミリ程度となっており、とてもグラボを搭載しているとは思えないサイズ感と薄さです。重量も実測で約 1.5 キロとこちらもスペックを考えると異様に軽くて片手でも楽につかめるレベルです。これはすごすぎる。このサイズ感と重量なら普段使いのカバンに仕込んで外出先で利用するといった用途にも十分に対応できそうです。インターフェースは右側にサンダーボルト4が2個、左側にタイプ C とマイクロ SD スロット、イヤホン端子、そして背面には HDMI と USB 3.2 が搭載されています。個人的には本体背面に HDMI などが配置されているのは非常に使いやすくてありがたいですね。画面上部にはウェブカメラももちろん搭載されています。画質もフル HD で文句なしの性能と言えるでしょう。スピーカーも裏面の両サイドに2機搭載されています。音質はまあちょっと微妙かなといった印象です。ハイスペック帯の PC ならもう少し頑張ってほしいなとは感じましたね。ディスプレイは有機 EL ということもあり光沢タイプの画面となります。解像度は 2880×1800 となっており、ドットが非常に細かくかなり繊細な映像表現が可能です。色域も DCI-P3 カバー率 100% でかなり広く、有機 EL 特有の黒の締まりもしっかり感じられます。さらにリフレッシュレートも 90Hz まで対応しているので一般的なクリエイターノートよりもよりゲーム向きと言える性能になっています。もちろん本来の想定しているターゲット層は映像制作や画像編集の用途に使うユーザーだとは思いますが、これだけ性能があればゲーミング用途にも十分対応可能でしょう。なおタッチパネルは非搭載となるのでペン入力などの利用を想定しているユーザーは要注意です。キーボードは一般的な日本語配列となりますが、右側の1列が個人的にはちょっと気になりますね。この配列のモデルはブラインドタッチが結構ずれるので慣れが必要だと思います。あとこの辺りも幅が小さくなっているので押し間違いやすいです。キーピッチは縦横 18.5 mm で若干小さめです。14インチならしっかり 19 mm は確保してほしいところですね。キーストロークは 1.7 mm ぐらいで結構深く沈みます。これもちょっと深すぎかなという印象です。なお押し心地は結構固めに作られているので普段柔らかめのキーボードで慣れている人は要注意です。キーボードバックライトは3段階で調整でき明るさも十分だと感じました。なおカラー変更には対応していません。トラックパッドは反応も良好で品質も素晴らしいです。レスポンスもよくキビキビと動きます。幅もかなり広く取られているのでドラッグ操作などもしやすいですね。角度を変えるとうっすらと見えるエアロの文字も非常にかっこいいです。次は本体を起動して初期導入ソフトなどを見ていきましょう。セットアップを終えた初期画面はこんな感じで、初めから入っているアプリケーションはこのようになっています。オフィス関連のパッケージが目立ちますが、それを除けばインストールソフトは必要最低限に抑えられており、マカフィーすら入っていません。素晴らしいですね。独自のソフトウェアとしてはまずこのギガバイトコントロールセンターがあります。これは細かなハードウェア設定や状態の確認、ファンコントロールなどができる総合管理アプリです。各種ドライ
ライバーのアップデートなどもこのアプリからチェックが可能です。あとカラーアシスタントというアプリも搭載されています。これは必要に応じて色域を変えることができる機能になっていて、細かな画像編集用途に非常に役立ちます。なおもちろんのことですが、全体の動作に関してはもっさりするような場面はほぼなく、キビキビと大変快適で不満なしです。この辺の詳細はこの後実施するベンチマークにて解説します。ということで次はパスマークパフォーマンステストで実際のスコアを測っていきましょう。結果はこちらになります。はい、文句なしの高スコアですね。 CPU は13世代の i7 ということもあり、恐ろしいほどの数値が出ています。というか普通に僕のメイン PC より全然優秀です。グラフィックスコアも驚きの高得点を叩き出しています。これはノート PC 版の RTX3070 と同等ぐらいの驚異的なスコアです。メモリやストレージに関してもかなりの高水準です。特にストレージに関しては見たことないような数字が出ていますね。なおシネベンチとサンドラのメモリテストの結果はこんな感じです。シネベンチは予想よりちょっとスコアが低いですね。といってもノート PC としてはかなりのハイエンドと言えるでしょう。メモリの方は LPDDR5 の6400ということもあり、めちゃくちゃいいスコアが出ています。正直ここまで来ると体感で感じられるレベルではなくなってくるので、もはや測定で快感を感じるだけの趣味の域ですね。なおメモリ容量は 16GB のみで増設は不可なので、この点には注意です。いわゆるオンボードタイプのメモリとなります。次はクリスタルディスクマークで測った SSD の速度を見ていきましょう。結果はこんな感じです。はい、なかなかお目にかかれないレベルの爆速 SSD ですね。今回搭載している SSD は PCI Express Generation 4ということもあり、 Generation 3の2倍近いスコアを叩き出すことが可能です。ランダムの速度も十分速いので実使用も快適だと言えるでしょう。ではゲームベンチも測定していきましょう。まずはドラクエ10から。結果はこちらになります。はい、今回は全ての設定を最高品質にして実行してみましたが、余裕でカンストに近いスコアを叩き出していますね。素晴らしいです。次は FF14 のベンチマークも見ていきましょう。結果はこちらです。こちらはデフォルト設定で実行しましたが、十分にプレイ可能な判定となりました。ゲーム用途に関しても非常に適していると言えるでしょう。まあ RTX3070 相当のものを積んでいますからね、当たり前ではあります。一応 FF15 のベンチもデフォルト設定で実行してみました。こちらは非常に快適とまではいかないものの、ある程度快適にプレイできる判定となりました。最後に原神も実行してみました。高品質設定で解像度もマックス状態の 2880×1800 でプレイしましたが、 FPS60 程度で安定しており、全くストレスを感じないプレイが可能でした。これならかなり快適に遊べそうですね。素晴らしいです。なお発熱に関してはベンチマークなどの実行時で最高47度ぐらいで、このあたりが一番熱くなります。排気口のあたりですね、キーボードの中心も40から45度ぐらいあるので、夏場はしっかり冷房を効かすなどした方が良さそうです。消費電力に関してはベンチマーク時で最高 110W 程度でした。高性能グラボを搭載しているので、この消費電力はまあ普通でしょう。むしろちょっと少ないぐらいで優秀なレベルだと思います。騒音に関しては高性能グラボや CPU を搭載していることもあり、結構な音が鳴ります。カフェなどでゲームやエンコードを実行する場合は付属のアプリで性能を調整して使った方がいいかもしれません。バッテリー持ちに関してはいつも通り YouTube を流しっぱで放置した結果、7時間ぐらいはいけるかなという感じでした。もともとハイパフォーマンスなモデルということもあり、省エネ重視のノート PC よりは劣りますが、十分持つ方ではないかと思います。個人的には不満なしです。なお動画編集やゲームプレイなどハードな用途で利用する場合は2時間持つかも怪しいぐらいだとは思うので、この点には注意して検討するようにしてください。はい、ということで AR14OLED2023 のレビューでした。今回の PC レビューは2月に招待していただいたギガバイトさんの新製品発表会にて、この PC をレビューしたいと僕がお願いしたところ、快く機材を貸してくださったことで実現しました。いつも本当にありがとうございます。全体的に非常に作りが良くて、性能の良さだけではなくデザイン性もしっかりと考慮したノートパソコンに仕上がっているので、野暮ったいゲーミング PC やビジネス向きって感じが強いノート PC などに比べてよりとっつきやすいというか、万人におすすめできるハイスペック PC だと感じました。かっこいいというよりは綺麗で美しいといった印象が強いモデルですね。この間の新製品発表会の展示でもかなり注目を集めていました。今回ギガバイトさんからお借りした機種は Core i7 モデルですが、 CPU が Core i5 になって価格がめちゃくちゃリーズナブルになっているモデルも同時発売されているので、こちらもぜひ各種 PC ショップなどでチェックしてみてください。
というわけで最後までご視聴ありがとうございました。それでは良き PC ライフを。またお会いしましょう。バイバイ。